ザグザグ株式会社ザグザグは岡山県を中心に広島県、香川県、兵庫県、愛媛県、島根県、徳島県にドラッグストア、調査薬局を運営する企業日本ドラッグチェーン会とハッピコムに加盟している医薬品、化粧品、生活雑貨を取り扱うドラッグストアとして展開している2018年12月現在 岡山県、広島県、香川県北部及び、兵庫県西部、愛媛県、島根県浜田市、徳島県鳴門都市に155店舗、内 FC9 店舗を展開。2007年3月16日に、兵庫県第1号店として、赤尾市内に赤尾尾崎店をオープン。翌月13日には、同県伊賀群大市町。2008年10月には、 姫路市にも出店している。また2006年11月10日に、香川県第1号店として、高松市内に中央インター店をオープン。2008年5月23日には、小戸島第一号店の都の商店をオープン。その後も香川県に出店し続けて、香川県内に合計22店舗出店。2013年4月19日には、広島市内初出店で、 古市店がオープン。2014年1月31日に愛媛県内初出店となる博多店を愛媛県今治市博多町にオープン。3月28日に島根県内初出店となる浜田原井店をオープン。4月25日に徳島県内初出店となるルト店をオープン。他には通信販売大手の楽天市場やアマゾンでも出店している。 岡山県内に21店舗、広島県内に3店舗、香川県に5店舗、の合わせて29店舗、うち4店舗は、調剤専門では、調剤部門も開設。2012年7月10日に、イオン株式会社と、業務資本提携を締結し、イオンが、ザグザグの株式議決権、比率15%を取得すると発表した。内容は、 イオンから非常勤取締役1名を送ること、ザグザグのハピコムへの参画、トップバリュー製品の供給などが盛り込まれている。一部の店舗では、イオン銀行の ATM、ワオンのチャージ対応が設置されていたり、日配食品以外に生鮮食品、野菜を販売している。2017年2月17日に創業者で社長の藤井隆弘が保有していた。 株式約61%を九州、四国、沖縄県、山口県でドラッグストア盛りを展開している株式会社ナチュラルホールディングスが取得し同社の子会社となる。ラテン語で一方向へ進むという意味のザグを重ね一つの方向へ進むのではなく物事にとらわれないで自由に進もうという気持ちを込めている。あっちにもこっちにもアクティブに動き 自由な発想で今までない会社を作ろうという企業精神の現れでもある。現金専用ポイントカードとクレジット機能付、ザグカード、セディナと提携、旧セントラルファイナンス扱い、国際ブランドはビザ。後者はザグザグ以外の買い物でも200円ごとに1ポイント付加される。後者については、セディナの提携カード事業縮小とザグザグのイオンとの 資本提携後も提携先のイオンクレジットサービスイオンカードへの変更は2016年現在行われていないが一方で2012年5月から和音の決済も対応されるようになったほかレジカウンターにはイオンカード加盟店の表示もある商品購入金額が本体価格100円ごとに平日で3ポイント土日で6ポイント付与される有効期限は 最終購入日から1年、500ポイントにつき500円の値引きができる。不定期ではあるが、本体価格100円ごとに10ポイントの日がある。また、ポイントは、値引き以外にブルーチップのカタログ商品と交換することが可能である。カタログはザグザグオリジナルであり、ザグザグのカードポイント以外などでの利用併用も含め、不可である。ポイントカードは2009年に、 システムが変更となり、リライトカードでカード自体に記録する形から本部のコンピュータに記録する形になった。新カードへの切り替えが同年から進められ、2010年3月31日をもって切り替えがされていない旧カードは無効となった。2010年8月26日消費者庁はザグザグに対してポイントにかかる表示が 景品表示法の規定に違反するとして、警告を行った。平日3倍、土日は6倍と言っているものの、当時、実際には年中、平日105円で3ポイント、土日6ポイントなので、平日のポイントを基準にすると、土日は2倍となり、実態のない105円1ポイント換算を基準にして、倍数を大きく見せて消費者の目を欺くものであり、実際は2倍しか得していないが6倍と数字を、 大きく見せることで、お客に対して著しく、得をしているとの錯覚を起こさせ、購買意欲を煽るものであった。2015年4月より、和音で支払いするときはポイントが付与されない仕様に変更された。独特のアニメ調、完全なアニメよりも動きが少なくダイナビジョンに近いの CM で2003年6月より、三洋放送での放送を開始し、現在では、岡山。 香川県、このエリアの民放各局は両県にまたがる。岡エリアのために、このエリアで流される CM は、両県で放映される。および、広島県、愛媛県の民放全局でも放映されている。また、2006年8月2日からはサイトでも CM の公開を開始し、2018年11月現在で142パターンの CM が存在する。一部 CM は、岡山。 香川エリアのみの放映であるが、サイトでは見ることができる。CM の終わりに流れる、ちょっと気になるザグザグのフレーズなど、特徴のある CM で、認知度が高まったこともあり、放映エリアでありながら、店舗のなかった香川県、小豆島を含むへの進出も低になった。2016年3月より、テレビ CM キャラクターを実写化したテレビ CM も、放映された。また、 2017年2月から親会社となったナチュラルホールディングスが主に九州で展開しているドラッグストア森の CM もよく似たアニメ調になっている。アニメの元となるイラストを担当したイラストレーターは数名いるがソウルのート系の書籍によって岡山ローカルで有名になった地元在住の山吹あららが担当しているものがよく知られている。 CM の BGM のタイトルはザグソングでザグザグ各店舗内でも流れている。各期公式サイトで歌詞と曲が公開されている。2012年11月1日より介護事業としてデイサービス施設第1号ザグスタ脇を脇群脇町に開所した。ザグスタ脇の内容はリハビリ特化型デイサービス施設でコンセプトはシニア向けのフィットネスジム。 ノルウェー発祥のレッドコードやパワーリハビリを導入し、利用者の自立支援、介護量軽減を目指す。2018年12月現在、岡山県下に8施設、香川県下に1施設に開所している。他にも、居宅介護支援事業も開所している。11月香川県第1号店として、高松市内に、高松中央インター店を開店。 岡山県下で96店舗、岡山市36店舗、倉敷市21店舗、津山市8店舗、その他31店舗、香川県下で26店舗、内高松市13店舗、広島県下で23店舗、内広島市2店舗、福山市12店舗、兵庫県下で4店舗、愛媛県下で4店舗、島根県下で1店舗、徳島県下で1店舗を展開する。 2018年11月時点。大半の店舗で第一類医薬品を取り扱うが、一部の店舗では改正薬事法の関係上、第一類医薬品の取り扱いは行っていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。